こんにちは、吉谷さん。メッセージありがとうございます。はい、バリ島から帰ってまいりました。で、まあね、R34 の T シャツ着ていただいてありがとうございます。まあ、それと、返しようのない、その通りの答えですね。自分に投資するね。自分のスキルを上げると。その通りなんですよ。でも、それがほとんどの方できないから困ってるんですよね。だって、商品作るスキルないんですよ。セールスするスキルないんですよね。人に会いたいと言われるスキル、それもないと。で、凡事徹底で同じことを一点集中やる、そんなこともできないと。自分に投資する、本当にね、これが一番いいと私も思うんですよ。でもほとんどの方は自分に投資をしているつもりで浪費していたりとか退化していったり、自分に投資をしているはずだと思う自己肯定感が強くなって、空っぽなのに自尊心だけ強くなっちゃうとかね。振り返ってみて、今の人生がマックスなんですかっていう時に、いやもう最高のマックススピードで来てますよっていうふうにはっきり言える方ってあんまりいないと思うんですけども、だったら投資としてはうまくいってないんじゃないかなという気もするんですよ。自己投資としてはね、こんな特技がありますって言ったところで、その特技がじゃあいくらになってますとか、どんな自分の人生切り開いてますって言った時に、誰でもできるような人生しか切り開いてないっていう現実があったりなかったりするんじゃないかなと思った時に、自己投資も人によりけりかなと。自己投資が成功する人もいれば、自己投資と比べて他者に投資した方が相対的にうまくいく人もいるんですよね。私はね、いわゆるお金持ちっていうのを見てきた時に、70代とかね、80代のお金持ちを見た時に、スキルじゃないなっていう気がする人もいるんですよ。単なる乗っかったものがうまくいったみたいなね。要するにお金を置くところを変えたら、そこが大きく成長して、ああよかったよかったってなってるだけで、汗一つかかずに何かを考えてるわけでもなく、見極めたわけでもなく、ただそこにお金を置いたっていうね。他の人の働きや見極めによって恩恵を受けてる例がねあるんですよね。だから自己投資って本当に私は重要だと思うんですよ、吉谷さんに言われてる通り。でも自己投資でうまくいってたら、そもそもこうなってないっていうこともあって、自己投資がうまくいく人ってのも限られてるし、自分ではなくてそういった金融ですとか外国に投資するとか株に投資するで成功する人も限られてるし、どちらも似たようなレースなのかなと思うんですよね。自己投資うまくいってる人っているんですかね。なんかね、うまくいっているつもりの人は結構いると思いますけども、目に見えて自己投資がうまくいってるなって人はなかなか出会えなかったりするんじゃないかなと思うんですよね。だからこそこれからも自己投資を呼びかけていきたいと私も思います。そこは吉谷さんと本当にね考えを一にするところでございます。今回の動画ありがとうございました。